先にベーコン炒めときますね。ここにベーコン炒めたフライパンにそのままパンを並べます。火を少し落として牛乳を湿らせて、リンゴ、トマト、これは自家製のハーブ塩ですよ、溶いた卵、ブラックペッパー、チーズで蓋します。蓋かぶせてしばらく焼きます。できたかな、見てみますね。美味しそう。こうなってます。食べましょう。